はい、お疲れです。えー、昨日行われてました G1 の大阪体育会ですね。大和アリーナの、えー、感想もろもろですね。一応昨日大会終わってから、まあライブ配信やって、まあいろいろ喋らせていただいたんですけども、まあ今回はそのまとめ的な、まあライブでも言った内容と重複するかもしれないですけども、まあ簡単な、えー、総集編みたいな感じで、 えまたやっていこうと思います。はい。えー、っと、というわけで、この大和アリーナなんですけど、あのー、G1 でもそうだし、多分新日本でもやるの初めてですよね。なんかいろいろ情報とか、なんか見ていくと、なんかここって大学もう大和大学、大和アリーナってなってるんで、なんか大学のこのホールらしいんすよね。なんか雰囲気が、 なんか独特だなと思っていろいろ見ていくとなんか大学にあるとこなんですよねだから食堂なんか学食を開放してなんか飲食スペースやってますとかなんかそういう情報もあったんでなんか新鮮っちゃ新鮮っすよねでなんか会場の雰囲気も見た感じは普通の体育館みたいなイメージで言うとなんかエスフォルタアリーナ八王子みたいなねうんなんかそんな印象でしたね はい。まあ、そんなところですね。はい。で、今回のラインナップ的には、まあ、超スーパーウルトラミラクル豪華カードてんこ盛りっていうわけではないですけども、まあ、よくよく見ていくと、結構見どころが多い試合があるっていう、まあ、そんな感じでしたかね。はい。というわけで、まあ、簡単に G1 の公式戦の感想ですね。えっ、ー、と、まず第5試合のカラム・ニューマン対ジェイク。えっ、ー、と、まずこの試合の感想は、 ようやくジェイクの FBS 見れたなっていうね。うん。なんか、ジェイクの FBS を見れて、久々に見れたなっていう気持ち、プラス、なんかちょっと安心するみたいなね。うん。やっと、やっとジェイクがこの連敗ロードから、やっと脱却できたわっていうね、この謎の安心感みたいな。うん。ちょっとそんなのは思ったっすかね。まさかジェイクがね、こんだけ連敗続くなんて思ってなかったですけどもね。 だって開幕で元 S ランカーの真田相手に4分57秒でさ秒殺したわけですよ。それ見ちゃうとさやっぱりジェイク幻想っていうのは出てしまいますよ。このままジェイクがどんどんこう台風の目となってどんどんこう勝ち点を伸ばしていってワンチャンこれジェイクの3位通過ジェイク決勝トーナメントにの行くんじゃねえみたいな。 このジェイク幻想をとてつもなく与えてきたのに結果なんだよ。結果めっちゃ連敗しとるやんみたいな、もう負けすぎて草みたいなね。まあ朝がこんな感じになるとは思わなかったんでね。はい。まあとりあえず、これでジェイクがようやく報われたかなっていうね。うん、まあそんなのも思いましたけどもね。はい。まあそんなとこっすかね。はい。 <laughs> バックステージコメントも,見,も見ましたけども、うん。なんかようやくジェイクの笑った顔が、本当に笑った顔が見れたかなっていうね。うん、そんなのは思いましたね。はい。まあ、そんなとこですかね。はい。で続きまして、第6試合、えー、王冠対イーヴル。はい。この試合の感想、えー、ナイスストップザイーヴルっていうね。はい。そんな感じでしたかね。うん。僕はもう元から、この連勝の、 えー、イービルを止めるのは、まあ、得点状況的にもこれ、王冠でしょっていうね。さすがにこれ、王冠、ここでイービル止めなかったら、いやいやいや、王冠、何のために G1 出た、出たんだよ、ぐらいになっちゃうんでね。まあ、一応、まあ、その通りになって、まあ、よかったかなっていうね。うん、そんなところですかね。はい。で、まあ、この試合の僕のテーマは、まあ、怪奇派対決っていうね。うん 初シングルだし、イーヴィルと王冠って今まで絡むことってなかったんだね。うん、ちょっとその新鮮感はあったですかね。はい。でも、まあ、そんなとこしかかいで、試合はあんまりこのね、イーヴィルも今までみたいにこの乱入オンパレードになりすぎず、ディック・統合だけだったんで、この、 介入ストレスみたいなのも、まあ、あんまりなかったんで、まあ、ちょうどいい塩梅で終わってくれたかなっていう感じですかね。で、最後の王冠のフィニッシュも、コンプリートショットからのエリミネーターっていうね、この顔面砕き連チャンコンボっていうのも良かったですかね。はい。うん、まあ、そんなとこですかね。これ、ファイプロでこのコンビネーション決めたら、すげえ気持ちいいだろうなっていうね、そんなのは思ったですかね。はい。うん、まあ、そんなところで、え結、ー、構見応えのある、えー、いい、 結,えー、結末で終わったかなというふうな感じですかね。はい。で、イービルは、まあ、この後多分連敗が続くんだろうなっていうね。はい。そんな感じはします。はい。で、続きまして、えー、第7試合、内藤哲也 VS ゲイブキッド。この試合の感想、最後の内藤選手のね、フィニッシャーが良かったっていう感じですかね。うん。で、内藤選手のコンディションも、なんか、んとだんだんと、 良くなななっっててるのかなっていうそんな感じでしたね特にやっぱりあの広島のジェイク戦があれひどかったんで、うん、だからあれってこの膝と目のコンディション以外の部分の,あの熱中症とかもしかしたらその脳震盪とかその膝目以外の部分のなんかこうダメージとかがあってちょっとああいう悲惨な試合になったのかなっていう感じは 思でまあこの,このゲーム戦もあのえー、っとあんまり動きの多い試合ではなかったんでだから初戦の高木戦やジェイク戦と比べてこの切り返しの応酬とかねこの着地系が割と少なかったのもまあ今回は 割と良かったポイントかなっていう風な感じでしたかねはいまあそんなとこですねこのコリエンド式の首固めねこれなかなかいいっすねはいそんなとこでしたはい以上ですはい、えー、続きまして注目の海の翔太 vs 真田この試合の感想は悪くないんだけども最後がオコーナーブリッジっていうのがうーんちょっと私的にはですね物足りないなっていう うん、そんな感じでしたね、うん。僕はやっぱりこの試合で希望してたのは真田の渾身のドヤ顔、うん。ちょっとこれが見たかったんでそのためにはこの海野翔太という、えー、今優勝優勝候補にも上がってくるこの新世代のこの筆頭学この海野の今伸びきってきた花を真田にへし折ってほしいっていうね。うん、ここで真田ここにありっていうものをもう 海の選手にもそうだし、我々ファンにも、真田ここにありっていうものを、もう申し分なく見せていただきたいと。うわそういう感じだったんですけども、オコーナーブリッジかあー、ここはデッドフォールで、こう、カンプ投げに真田あっぱれっていうのをね、ちょっと見せていただきたかった僕としては、うーん、ちょっと物足りねえなっていうね、そんな感じでしたよ。決して悪い試合じゃないんだけども、あー、真田はここで、 海野を顔を完封なきまでにこう叩き潰すっていうね、それが見たかったっすよ。はい。まあ、そんなとこですかね、はい。で、まあ、試合の細かいところを言っていくと、うん、まあ、やっぱりこう、真田のこの安定感と海野の,この安定感のなさみたいなね、うん、ちょっとその辺が結構明確化になってしまったかなっていう、うん、そんな印象ですかね。うん、海野も 技はやるんだけどもやっぱりあんまり会場が湧かないですよね。うん、いやこれちょくちょく言ってるんですけど海野選手の技って技数は多いんだけどもどの技も技のクオリティ精度的に60点ぐらいなんでそういうのもあってねいまいち湧かないっていうね、うん、なんかそんな感じですかね。はいまあ、かといって真田の技もねすげー ダイストンピング攻撃が鳴るっていう、そういうわけではないですけども、でも、やっぱ海野に比べると圧倒的にこのね、技のこう正確さとか、こう綺麗さとか、うん、やっぱそういうのは、真田がやっぱ大きく安定してたら、真田がうまかったかなっていうね、そんな感じですね。はい、以上です。はい、で、最後に名イベント、えー、ザック対高木っすね。えー、この試合の感想は、あなんかもう、文句のつけどころがないっていうね、うん、まあ、高木、ザックのもう安定のもう名勝負数えぶ、うん あの本当に完璧った完璧な試合なんで逆に感想に困るっていうか、うん、文句がつけられないから特にこれという感想も出ない、うん、いやすごいのすごかったんだけども、うんうん、とにかくもう安定しすぎたっていうかね、うんうん、そんな感じでしたがね、はいまあ、そんなとこですかねでそ,れそれに加えて改めて思うのはやっぱ高木って便利だなっていうね、うん、誰とやっても えー、それなりの試合内容でマイクやってもよし、うん。で、誰に勝ってもよし、誰に負けてもよし。高木って便利だな。<laughs> はい。まあ、そんなのを思ったザック対高木っていう感じですね。はい。まあ、そんなところですね。はい。以上です。はい。まあ、というわけで、えー、以上がヤマトアリーナの、えー、感想でございました。はい。で、一応、このヤマトアリーナの全試合結果を受けて、僕の中でね、A ブロックの、えー、今後の、 得点配分、そして上位3名誰が決勝トーナメントに進むかこの辺の完全攻略っていうのももう出来上がりましたんでまあこれをちょっと近日中にお披露目しようかなと思いますただ B ブロックの方が今攻略に手こずってるんで B ブロックが攻略できたら一緒にセットで A ブロック B ブロックセットで この攻略本っといううのをちょっと販売しようかなというふうに思ってますので、何卒引き続きよろしくお願いいたします。はい、以上です。はい、というわけで結局何言いたかったっていうと、これライブ配信の時にもコメント入ってめっちゃツボったんですけども、真田の今のコスチューム、真田のあのショートタイツ、あれがなんかいまいち微妙に見えてしまうのって、おむつカバーみたいだから、 あまりかっこよく見えないんだよねっていうのが結構地味につぼるんだよってこと